はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長誕生、ね、シナリオで、武田信虎でね、やっております。第3話になります。はい、信長の御大使、ウツパークキットですね。はい、で、年末年始300本企画ということでね、やっております。今が多分80何本っていう、80何本目とか90本まで上がってないかな。うん、これが終わると多分90何本とかね、このね、話が終わると、90何本ぐらいになってると思います。うん、その次で多分100本ぐらいに行って、その次ここね、これ、やります。宣言しておきます。小弓足関係っていうのでね、やっていきます。はい。ということで、うん。まあ、それが、3分の1のちょうど、ね、ところぐらいのお湯になるかなってところですね。あれ?福島行ってたはずなのに。あれ?解散してる?もしかして。負けちゃった?これもちょっと減らしとこう。これも減らしとこう。別にそんなにはいらない。うん。小笠原さんも、まあ、このぐらい入れといて。じゃあ、あ、セナ持っとこうか。さっき今、強行で負けちゃったっぽいんで。で、めんどくさいんで、これ勝手にやってって。ついてこい勝手にやらしておきます。じゃあ、兵糧買おう。取引を行いましょう。闇取引が切れてる。闇取引入れて。この志、果たさずに死ねるかよ。取引を行いましょう。このちょっと売却して。仰せの通りに。じゃあ、こんなんでいこうか。うん。これ見る必要もないね。考えてみたらね。あ、だけど、あれか。これ、こっち攻めちゃおうか。うん。部署入ってるよね。入ってるよね。ねえか。あ、でもあれか。6000ぐらいいれば落とせるか。落とそう。千葉県落とそう。この力でねじ伏せてやろう。手を貸してやろう。北条もそんなね、怖く恐るるに足らんからね、これね、2400とかしかいないからね。うん。この辺結構部署入ってるし。うん、大丈夫だ。集結がここ。お前は来るな。遅い。時間かかる。来るな。これ5200でしょ?うん。で、まあ、武将全部出しておいても大丈夫だね。12000。8000ぐらいにしとこうか。あんまりさ、出しちゃって出てこなくなったらさ、困るからね。うん。馬使ってるやつなんかいないよね。大丈夫だね。我に続け!うん。じゃあ進めよう。あ、来た。えらい。芝さん男だよ。南部さん、あれだね。早く進展したいね。ゆるぎます。ありがとうございます。AAO かな ?AAO! っていうことでね、行こうか。もらい受けるぞ。行くぞ。出陣するぞ。たださ、次のお家さ、考えてみたらこれさ、報告いたします。あれだよね。最初1200しかいないんだよね。1100か。かしこまりました。ちょっと考えもんだね。5000にしとこうか。はっ。こっちも5000入れとこう。ちょっと考えもんだね。どうしようか。同盟とかの関係にもよるんだけど、多分同盟ないんじゃないのかな。従属かな。最初何回でも待つのって嫌なので、強行。止める。うん。あ、もう終わる瞬間じゃん。止めようと思ったら、もう、ねえ。
まだマーサーはね、壊れてない。生きてる生きてる生きてる。うん。まだね、死んでる感じじゃないね。勝ったぞ、勝ちどきをあげよう。はい。そしたら、うん、平日でもここをちょっと部分入場させて、大丈夫ね、部分入場させて、この450なこれ入れて、で合流して、ここだって。で全部持っていって、我に続け！こっちは勝てないから、小田だね。小田行こう。この力でねじ伏せてやろう。手を貸してやろう。ていうか、こいつら従属しねえか、うちらに。従属すんじゃねえ、なんか、故障で。従属はしないか。またしないか。ああ、これ、神殿深めとこう。後で。待機するぞ。森山崩れ。はい、ということでね。清屋さん死んじゃったね。商いを始めましょう。報告いたす。ご命令を。じゃあ、神殿をしよう。あ、従属するじゃん。従属させよう。じゃあ、こいつは神殿しよう。二つも神殿しよう。神殿交換あり、いいからいいからいいから。160。はっ！これも、あれだね。160まで上げとこうか。はっ！うん。で、こっちが、パーっとこっちの方行っちゃおう。あー、これあれだね。うん。これ確かすごく伸びるんだよね。沼竹ね。沼竹は伸びるんで、隣接させて、あれだ、交渉で、神前をしとこう。神前をして、これすごい伸びるんだよ、こいつ。うん。すごい、ね、確か、どうか、すばれんなとかって言いながらやった、お家。確かどこだっけかな。どう、信長のどっかなんか、この辺のとこでなんか変なお家あったんだよな。ずーっとなんかさ、ちょこ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 さ、やってた。ここかな？山内上杉かな？違うな。ここかな？違うな。ああ、どっかの上でやった時に、すんげえこれ伸びてさ、びっくりしてさ、あれだったんだよね。うん。かしこまった。じゃあこんな感じかな？うん。取引を行いましょう。ありがとうございました。したら、農業ないからこれやっとこうか。はで、取引を行いましょう。いいね、じゃあ進めていこうか。あ、これ向かってない。行くぞ。我に続け。あー、面倒くさいからこれも攻めとく。集めてからでいいや。こいつらの飛び出してから。あ、借りなかった。最初でしょ。はーい。視力を尽くしたから。だけは、ね、この時からバカだったってことだね。うん。ただね、民にはね、すごく、疲れてたね。うん。疲れてるね、お湯ってことですね。はい、ありがとうございます。来とけ。ね、取りましたね。まあ、不死鳥織田のね、織田家。いいね。織田ね、取れるね。これだと5000ある。そしたら、ここ行こうか。C な？一人か。あー、C なこっちに借り、あれか、従属してるか。村上さん行こうか、じゃあ。村上だね。うん。この力で、ねじ伏せてやろう。手を貸してやろう。確かさ、これさ、タメカニはさ、死んだ後従属すんだよね。その時の当時なの。やってやろうじゃねえか。まあ、死ぬところまで多分、あれしないと思うんだけど。進め！そこまで年月かからないと思うんだけどね。
あの時15、6年やったもんね。あ、信玄が来ました。うん。信虎をね、追い出したね、信玄ね。沼田家と通信も吸います。沼田家は敵に回しちゃダメ。これはね、勝手にね、勢力を拡大してくれる強いお家なので。そしたらもう、あとはもう背中任せておけるのでね、軍事も取りたいからね、軍事対面で行こうか。36、43、40。これで表情はお開きだ。あ、農業を取っておきたいね。これ、兵糧減少中。うん。交渉で取っとこうか。あ、小笠原さんのあれだね、多分。多分、後取りとかじゃないのかな。かたじけない。歩兵、ここをして、5000。かしこまりました。で、こっちも5000。かしこまりました。うん。で、あとは、ちゃんとあれだね。今回は、あれか。歩兵やっぱいらないかな。うん、必要になったらまた使おうか。この志、果たさずに死ねるかよ。取引を行いましょう。で、そろか。偽物だった。商業進められなかったな。しょうがない、ちょっと。先に商業進めてからね、やった方がいいよね。1850って。ありがとうございました。商業進めようか。承知した。うん。で、撤去しようか、撤去。施設選択で。鳥でいらない、準拳場も1個しかない。いらないかな。馬もないから問題ないね。うん。でさ、発展でさ、漁村連打しようこうか。かしこまった。じゃあ進めていこうか。こちらは任せて大丈夫だね。こっちだけ見とこう。勝ったぞ。立ち退きをあげよう。で、部分入場させて合流で、あー、やっぱあれやっといた方がいいわ。5部屋アップやっといた方がいいわ。やっとこう、ボヘアップ。出陣するぞ。そうすれば、佐竹さんいけるわ、そのまま。佐竹さんは確かね、これ、沼田戦わなかったと思うんだよね。これが、ボヘアップしとこうか。あ、タイムは足りないか。タイムは2分足らなかった。じゃあ、しょうがない。先生の報告。待った。これは、同盟、あ、やばいな。これは、同盟。行きたくても行けれない。佐竹にしか行けれないか。お前、こいつ。山内上ですね、お前。行きたくも行けないというジレンマがね。こっちから持ってくればなんとか、兵を持ってくればいけるね。いけるっつったらいけるね。行こうか。あ、でもこっちも北条も行ける?こんなそっち構う前に、返そう。部分入場。いいか。返そう。こっちの方にいる部隊なんで。じゃあ、北条行こう。宣戦布告北条。北条行きます。大丈夫だね。この力で、ねじ伏せてやろう。手を貸してやろう。と、こっちから、行って、つつぎでいいでしょう。こっちから、舞台出して、今川が出てくるかな?どうなんだろう?
撃つと5000、1部隊、1個の城じゃきついね。集結ポイントを、ここ、うん。で、近場から取ろう。09。うん。で、間違えた。0入れて。で、部隊を増やして0。で、9も部隊増やそう。全部持ってくるよなんか言わない。5部隊ぐらいにしとこうか。武将重要なんでちょっとね。7400。いいね。これでいこうか。出陣だ。12000で集めてくる。面倒くさいんで、戦線布告で。今川さん。この力でねじ伏せてやろう。手を貸してやろう。に、ふっかけときます。そしたら、こっからも、小田原に向けて、出陣する。間違えた。力じゃないよね。小田原に向けて、集結は、ここ。で、近場の三条から持っとこうか。小田原なんで、解除。小田原、玉名、28解除で、19解除で。1万持ってった方が良さそうだね。多分ね、1万持ってった方が。1万1600、あ、岬とかも集めてくるってことね。いいでしょう。出陣せよ。で、岬とかに、こっから、狙おう。いいでしょう。鳴らして。出陣する。で、こっちの江戸城はこっちから狙おう。江戸城はこっちから。2400なので、5000ぐらい持ってこうか。ちょうどこれでいいかな？これちょっと減らしとこうか。こんな感じで。このぐらい、6600。出陣するぞ！こんな感じでいこうか。で、いいんじゃないのかな？ 9400。13000、大丈夫だね。我に続け！一台です。高藤さんが今川に下ったと。これ勝てるな、ありがとう。見えていたことよ。ということでね、落としたね。速攻地帯じゃん。帰ろう。報告いたします。先月の収支です。お北条さん、あれじゃん。出てきたね。出てきたな、北条さん出てきたね。で、商業進めて。承知いたしました。かしこまりました。ありがとうございました。で、ちょっと売って、兵糧まだ買えるから買って。かしこまりました。ちくしょ。そんなとこ歩兵かなと。岬を歩兵して。5000入らないね。2500にしとこうか、合わせとこう。かしこまった。で、こんな感じで、狙いも出てきてくれるのはありがたい。で、ここ出てきてほしいんだよな、できればな。ちょっと兵が多すぎて出てこないかな。ありがとう。これが器の違いってもんだ。強行31日、いいね。
これが江戸か。江戸は、江戸は、初期化で個別封じんで、やっぱ方位だね。半年かけて落とそう。かしこまった。うん。江戸はね、落ちないんだよね、本当に。承知。で、まさきさん、これだけ返そうか。うん。2400なんで大丈夫。うん。で、方位で。で、まさきさんだけ返そうか。部分騎乗。まさきさん。で、これ、全部包囲してるね。問題ない。187日。今、戦争始めてまだ1ヶ月ぐらい。まぁ、ちょっとオーバーするかなっていうぐらいだけど、問題なさそうだね。うん。で、これ、ここのやつで反応してるから問題ない。で、2、0、解除で、いるでしょう。あれがいないんだ。兵がいないんだ。こっから出して。出陣しよう。こっちにもゼロあるでしょ、多分。うん。いい谷。手を打とう。ああ、これ多分ダメかもしれないな。これ集めてくるかな、どうだろう。あと、ここもちょっといないな。こんな方から出番ないとなんない？出てかないとなんない？こんな方から行かなきゃなんないのかな。手を打とう。もっと早いから気づいてればな。ああ、かけない。とりあえずかけない行ってみようか。出陣しよう。確か、ここら辺にいるから、ちょっと進めれば100ぐらい回復しないかな。回復しないか。小田原包囲125日。だから小田原も3部隊残しとけばいいね。部分騎乗しよう。部分騎乗。あ、3部隊しかね。兵糧食うな。まあ、いっか。これで行くしかないか。で、こっちがもうちょっと、まあ、待てば。からも出れる。行くぞ。で、駿府行こうか。進め。うん、多分この1万2000に1万7000は反応してる間にちょっとこの辺ちょっとかっさらってみようか。うん、まあこの1万2000もまあね、いいおとりっていう感じでいいのかなと思います。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。第3話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。ただ、商業とかね、この辺内戦のところだけちょっとやっといて、で、次すぐにね、スタートボタンを押せるようにね、しとこうか。取引を行いましょう。兵糧買って、兵糧売って、かしこまりました。で、買って、仰せの通りね、失敗した。で、あと兵糧が何日持つ ?41日か、売ったりとかしちゃったからね、うん。まあそんなところです。ご視聴いただきありがとうございました。